みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターパフォーマンスの滝沢でございます。以前、メコピってすげえ大事だぜみたいな、その話の動画を上げさせていただきましたけれども、今回の動画はまたその続きという感じで、メコピの練習を皆さんと一緒にやっていこうかなと思います。メコピの練習。まあ、そのメコピの大事さについてはね、まあ、ベラベラとたくさん喋ったので、その辺は割愛して、今回もまたそのメコピの練習をしていくんですけれども、また僕がプラプラっとフレーズを弾いていきますので、それを真似してみてくださいませ。で、真似するときに気をつけたいポイントがいくつかありまして、まずポイント1。真似をするときは自分の手元はあまり見ないでほしいということです。ギターを用意していただいて、こう僕と一緒に同じポジションをブルブルッとこうなぞっていきたいんですけれども、僕の手元をよく見ていただいて、で、音がもし違ったとしても、あんまりこの目で確認せずに、この感覚と耳で、この辺かな、この辺かなと。どっちかというと耳で調整をしてみてほしいんですよね。で、僕が弾いている運指とかをイメージそのまま再現するような感じでギターを弾いていくと、あまり視覚に頼ってポジション確認をしないように気をつけていただけると嬉しいです。で、まあ、なんとなくのニュアンスがコピーできれば OK としたいので、なんかこう、ね、ピッチがどたらこうたらとか、リズムがどたらこうたらとか、あんまそういう細かいことは気にしないでください。とりあえず僕の手元をぷっと見ながら、なんとなくフレーズがなぞれれば OK という感じです。ではでは、行ってみましょう。今回はペンタトニックスケールを使って弾いていこうかなと思います。ペンタトニック。6弦の5フレットから、小指で8フレット。で、5弦は5、7。で、4弦は5、7。3弦も5、7。2弦は5、8。1弦は5、8と。ちょっとなぞってみましょうか。6弦から5、8、5、7。で、4弦も5、7。5、7、5、8、5、8。という感じです。1弦の8フレット、2弦の8フレット、3弦の7フレット。この3箇所に関しては、チョーキングをしていきますので、気をつけてください。ではでは、行ってみたいと思います。頑張ってチャレンジをしてみてください。それでは、スタート。Thank you.
というわけで、3つのレベルに分けて、ペンタトニックのフレーズをバラバラと弾いてみました。ちょっと難しいところもあるかと思うんですけれども、根気よくメコピチャレンジしていただけると嬉しいなと思います。とりあえず、どのレベルに関しても言えることとしては、この5フレットから8フレットまでの Am ペンタトニックのスケールからはあんまり外れないように弾いているんですよ。なので、人差し指は基本的に5フレット担当、7フレットは中指か薬指かが担当。で、8フレットは小指が担当が基本になっておりますので、横にずれる必要がないということですよね。なので、メコピをしながら、横にあんまりずらさないように気をつけていただけると良いかなと思います。チョーキングをするときとか、プリングハンマリングをするときとかについついこう横移動しちゃったりとか、違うポジションに指が行ってしまったりとかしてしまうと思うんですけれども、基本的には5から8、ここからは動かないということを守りながらやっていただけると嬉しいなという感じでしょうか。いきなり一発目からバンバンとできた方もいらっしゃれば、うわ、やべ、全然わかんねえぞという方もいらっしゃるかと思います。その辺は、その1レベル、2レベル、2レベル、3レベル、どこからでもよいので、根気よくメコピをしてみていただけると嬉しいなという感じです。何事も繰り返しが大事でございます。メコピもね、またこう、ね、そういう練習の一つというか、そういうスキルの一つなので、もし全然わからなくても、根気よく何回も繰り返してみてくださいませ。とりあえず、そんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。はは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 。